将棋の手合割りとは、将棋におけるハンデキャップのことを言う。気力に差があるとき、その差に応じて、上位者側の駒の一部を盤上から取り除いた状態で開始する。これを駒落ちという。取り除かれた駒は、対局が終わるまで使用することはない。駒を落とした側の対局者を噛みて、落とされた側を経たという。振り駒は行わず、噛み手から差し始める。 駒落ちは将棋において、気力の差に応じたハンデキャップを与え対等な勝負ができるようにするための仕組みである。これに対して、両者とも20枚の駒を並べて戦うことを平手戦という。江戸時代から戦前までは、段位に基づいて手合割りが厳格に定められており、実力の異なる者が平手で対局することはなかった。むしろ例えば、六段イコール名人に、 格落ちでいい勝負ができることというように、手合い割によって段位が規定されていた。従って、当時は、駒落ちが非常に重要視され、駒落ちの定石も、盛んに研究された。戦後になって、プロ騎士は公式戦では段位によらず、平手で指すことが決まり、プロ騎士にとって、駒落ちは指導対局のためのものという位置づけに差があった。二段以下の奨励会では現在でも、 高打ちが行われる。アマチュアは気力に差がある場合に駒打ちで対局することを日本将棋連盟が推奨している。将棋道場の多くはこれに従って駒打ちを導入している。もっとも IT の発達によりオンラインでの対局が主流になってきた現代ではいつでも気力の近い相手とのマッチングによって平手で指すことができるようになったため駒打ちを指す頻度はそれほど高くない。 過去に行われたことのある駒打ちは以下の通りである。なお、この打ち現在よく行われているのは、日本将棋連盟が天向けの目安として推奨している手合割である。このほか上手が玉将を以外のすべての駒を落とす、裸王と呼ばれるものもある。特殊な手合割としては、両方の金銀経過を落とし飛車と角は残すとンボ 裸王の状態で、上手が最初から持ち駒に不評を3枚持って開始する。不三平、京落ち値と角落ちの間を埋めるために、両高落ちと共に奨励会で考案された銀落ち。同様に、非強落ちと二枚落ちの間を埋めるために、非両高落ちと共に奨励会で考案された、非銀落ち。飛べ先の符を落とすことで、上手の方が有利になる対鼓落ち、角高落ちなどがある。また、 江戸時代の家元姓では駒落ちは2段差、4段差、6段差などの偶数段差にのみ設定されており、奇数段差ではこれらの組み合わせで対処していた。例えば対局者が1段差の場合には、0段差の平手と2段差の高打ちを交互に指す平、香り交じりを行う。その他に、広角交じり、比較交じり、比境交じり、判事交じりといったものもあり、 これらは明治から昭和戦前までも大半の大戦で採用されていた。なお、京地ちと角落ちの差が大きすぎるのではないかという問題がたびたび提起されている。その改善策としては、中間的な手合割りである、両高落ちや銀落ちが行われていたこともある。また、高落ちを二段差で角落ちを五段差とし、三段差を、高固角混じり、四段差を、 すみすみか混じりとすることで、強秩と角落ちの差を埋めようとしたこともある。角落ちを4段差から5段差に、飛車落ちを6段差から7段差にしたのは、昭和9年の日本将棋連盟の手合割り改正による。その他、駒落ち以外のハンデの付け方として、以下のようなものもある。一般に、2枚落ちのプロに勝てれば実力は魔書団と言われるが、 これは指導対局として手加減してくれた場合の話であり、プロが本気で勝負した場合、初段の実力で勝ち切るのは容易ではない。駒落ち上手の達人として名高かった名ダレンテラ氏9段が、自分の4枚落ちに勝てれば4段と認める。初段相手なら8枚落ちで十分と豪語したという逸話がある。平手とは、将棋用語で、先手後手ともに駒落ちがなく、 20枚ずつ、所定の位置に置いた状態から刺される将棋。第二次世界大戦前は、プロ機会でも、両対局者の段級くらいの差による駒落ち戦が主流だったが、現在の公式の棋戦は全て、平手戦で行われている。王将戦創設当時はどちらかが参照差をつけると、次の対局から、平手と高落ちを交互に刺す、3番手の折、り精度があったが、現在は、 4番手直りに改められ、またどちらかが4勝した時点で対戦が終了するため、高打ち戦が刺されることはない。ただし、奨励会においては2級差の対局に香り落ち、その準備組織である、研修会では、連盟の基準に応じた駒落ちが採用されているため、現代のプロ騎士が駒落ちを避けて通れるということには、ならない。駒落ち定石の歴史はすなわち、 将棋定石の歴史といっても過言ではなく、最古の将棋定石書、大橋総英の将棋不思議や規制、天野双歩の将棋聖戦に掲載されている定石のほとんどが駒打ちである。将棋聖戦の天野定石は昭和初期まで将棋の基本とされた。現代将棋の祖、増田幸造はこれさえマスターすれば猛講談者になれる。 引き駒をした、ハンディをつけた、文んのは、今もこれが基本として残っているほどです。僕もこの、将棋聖戦は、初段頃に読んで、感心しました。偉いもんだなぁと思って、未だに感心しますよ。よくまあこれだけやったもんだと。その将棋の中から、主流の考え方があって、自分の総意を加えて、勉強になりましたね。と述べている。その後、 木村義雄がさらにそれを修正した将棋体幹が現在駒落ち将棋の基本となっている。この定石を木村定石といい、多くの駒落ち定石書は木村定石の修正版もしくは自分で編み出した新研究となっている。角落ちは将棋のハンディキャップの一つ。角行を上手から取り除いて対局する。トッププロとトップアーマーが戦う手合割りとしてよく用いられる。 昭和50年頃には、角落ち棋戦、将棋プロアマ角落ち10番勝負、朝日アマプロ角落ち戦等があり、非常に流行していた。定石としては、アマの定石以来の三権飛車か、ヤクラ戦法が主流である。二枚落ちは、将棋のハンディキャップの一つ。飛車、角行の大駒を、上手から取り除いて攻撃力を抑えた状態で、対局する。飛車角落ちともいい。 最もよく知られた駒落ち将棋である。慣用区的にスポーツで主力選手を書き攻撃できない状態のことを飛車格落ちというほどである。木村義雄が6枚落ちから3枚落ちのように上手にどこと言って敵面の欠陥がないので比較運用だけの簡単な攻撃法ではなかなか勝利を収めるわけにはいかないと述べているように攻撃力は低いが防御力は 十分にあるので、攻めるヘタには、容量の良い攻撃能力が要求される。ヘタ側の定石として、江戸時代から、二歩突っ切り、銀太伝の二つが整備されているが、上手相手にこの二つの定石を用いてもヘタが勝つのは、なかなか難しい。昭和中期にプロアマ対局で、大量の二枚落ち戦が刺されたが、感染記者の床は博士によれば、アマが定石を覚えてきても勝てたケースは、 ほとんどなかったという。特に、二歩突っ切り、上席の成績が非常に悪く、湯川は、玉が硬い、銀太田上席を推奨している。このため、天川で、唯一高成績を収めた、天四段の石垣淳地が、旧来の銀太田を工夫した、石垣流銀太田上席が、昭和中期に流行したが、石垣流にも後に欠陥が見つかり、現在では、二歩突っ切りが、 また成功している。現在でも、高橋道夫の開発した駒落ち新定石のように、下手向けの定石が研究されている。6枚落ちは、将棋のハンディキャップの一つ。上手が、飛車、角行、左右の桂馬、強者の6枚を落とすことからこの呼び名がある。指導対局などで、初心者と上級者が対局する場合、最初はこの手合いから始めることが多い。 神手から攻め込まれる心配はほとんどないので、下手は上手陣を破って植えて玉に迫ることに専念していけばよい。天の定石以来の下手の角上がりからの急筋端攻めが有名な下手必勝法だが、千崎学は一筋端攻めの方を推奨するなど他の指し方もある。ありがとうございます。